こんばんは、ヒェンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介してもらえますか？はい。はい。こんばんは、はじめまして。私の名前はバンガオ・アニエロと申します。フィリピンから来ました。32歳です。はい。よろしくお願いしますね。じゃあ、どうぞよろしくお願いいたします。日本に来て何年目ですか？4年目です。4年。今までどんな仕事をしました？農業です。農業ですね。はい。農業、何を栽培しましたか？何を作りましたか？野菜？トマトを作ります。トマトだけですか？はい、はい、そうです。今、特定技能ですか？技能実習ですか？まだならないです。これからですね。じゃあ、はい、5年間、技能実習、4年間技能実習生ですね。はい、そうです。いつ技能実習生終わりますか？今年の10月1日です。10月1日ですね。はい。わかりました。日本にずっと長くいたいですか？はい。あと何年ぐらい日本にいたいですか？じゃあ、5年間つもりです。5年間のつもりですね。本当に？あ、そう、本当です。結婚していますか？いや、独身です。独身。これから結婚する予定ありますか？まあ、結婚する予定あると思うんだけど、いつ結婚する予定ですか？まだわかんない？まだわかんないです。まだ。わかりました。そっか。なんで今の会社特定技能にならないですか？その前に地震が良かったから、希望はちょっと変わったから、制約の方も入ってもらいますね。はい、お願いします。日本の料理食べることができますか？じゃあ、できます。何を食べますか？天ぷらとラーメンです。ラーメン、天ぷらとラーメンですね。はい。あ、こんばんは、通訳の方ですか？なるほど。通訳の方ですか？はい。聞こえないですね。じゃあ、ちょっと待って。じゃあ、もう一度お願いします。うん、あ、ごめんね、また連絡するね。